はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エイティブログです。私たちはまだドイツにいます。おい、私の真似をするなこれ私のジェスチャーだよ今日は5月の1日です。ドイツだと大事なお祭りの日になります。で、その5月1日にみんなが伝統衣装を着て祭りに行きます。ドイツの伝統衣装、皆さん見たことありますか？過去に1回だけ僕らの動画を遡ってもらうと、レナが伝統衣装を着て家を紹介するっていう動画を撮ってるので、ということで今日はね、伝統衣装を着てお祭りに遊びに行きたいと思います。この動画では私のこのディアンズ、この服なんだけど、ディアンドル、これを紹介すると、あと友達と一緒にその祭りに行くので、うん、タカの分も持ってきます。女の人用と男の人用が別なんだよね。いやいや、これ一緒一緒。え、俺がこれ着るの？一緒一緒やばい、ね、こんな感じコスプレになるのこれは女性用のディアンドル、男性用はまた後で見せますけど、なんとかホーゼって言うんだよね。レーダーホーゼ。あ、レーダーホーゼ、レザーのホーゼ、ズボン。この動画でちょっとディアンドルとレーダーホーゼのことをいろいろ紹介したいと思います。ただし私も何も知らないです。いつも俺に文句言ってるの知ってる？日本で文化のこと知らない時に何も知らないねっていうのに、ドイツのことになると何も知らないね。何も知らないまずは着替えましょうか。あ、じゃあ OK。 これ見せとく一応。あの、基本的のディアンドルは3つのパーツがあります。うん、1つはこれ、ドレスになります。ワンピースみたいな感じだね、上から下の、はい、上の方は中にこういうブラウスみたいなやつを、あー、レースでここに刺繍が入ってる。あ、まあそれなんかいろんな、ね、おしゃれだね。ここのなんていう前掛け、前掛けもいつもついてるエプロンだね。あ、そうそう。あ、これがなんか海外っぽい、ここのキュッて締める感じ。なんかよくさ、ウェディングドレスとかでもさ、こうやって締めるじゃん、腰の部分こうキュッ、ウエストを狭く。あ、これ前なのか。そっか、前にこういうシュッて締めるやつができる、ね、そういうディテールだよ。すごいね。じゃあせっかくなので着替えていきましょうか。はい、はい、タカできたよ。こんな感じ。ディアンドルできました。ドイツの民族衣装。これちなみにママのやつ、回ってみて。さっき言ってたこれだね、ここのレースの部分とか、ここが前掛けになったりみたいな。で、ちなみに分かんないけど、これはあのどこで締めるかによって、あの結婚してるかフリーかで、なんか場所によって変わってくるんだけど。いや、レナは結婚してるから分かりません。どこに締めればいいんだろうねネットで調べないとでもこうやっぱヒラヒラもついてたね、装飾的に。さっき言ってたこの刺繍とか、そう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 、後ろ向いて、そうすると襟のところもこういう風にヒラヒラがついてたりとか。うん、後ろから見るとなんかシンプルだね、かなり。前掛けもないからワンピース着てる人みたいな感じになる。で、ちなみに一番大事な部分はおっぱいです。これでめっちゃオープンってこと？そう、なんかこう綺麗なおっぱいが作るように。だからこれちょっと大きすぎる、ここ。だから本当に自分のサイズに合ったやつだと、もっとこうおっぱいが大きく見えるってことそう、確かにここだってオープンだもんね、かなりざっくり開いてるもんね。そうそうそう。まずディアンドル調べてみました。はい、日本語で教えてほしいですか、社長。教えてくださいドイツ南部のバイエルン州からオーストリアのチロル地方にかけての女性の民族衣装。そうです。だから、あの、日本人はこれはドイツの全体的に着るというイメージがあるんだけど、うん、全然そうじゃなくて、この地域のものです。ミュンヘンだね、バイエルン州だから。逆にさ、ベルリンとか北の方は違う民族衣装があるってこと？あるのかな。それも知らない？知らん？全然知らないよ、ドイツのこと由来はアルプス山脈の農家の女性が着ていた伝統的な衣装が基礎になっているんだって。で、ディアンドルは南ドイツ、バイエルン、オーストリア語でお嬢さんとか娘さんっていう意味だから、まさに娘さんが着る服で、オーストリアの街中に出稼ぎに来た農村出身の若い子たちに対して、お嬢さんって周りの人が呼びかける。あ、はい。で、そのお嬢さんが来たのがこれだったから、ディアンドルって名前がついたんだって。そうなんだ。で、1870年代になってオーストリアで上流の女性、もともと農民の女性が着てたんだけど、うん、上流階級の女性も着るようになって、で、刺繍ももっと派手なやつとかもあるんだって、うんうん、そう、5月祭り、今日行くやつねとか、オクトーバーフェストとかで着るのが
まあ、今の伝統になってます。あのこの周辺のドイツ料理屋、うん、バイエルンの料理レストランに行くと、うん、あ、そうだ、来てる人いるわ、店員さんで、これ店員さんが来てるのが多い。そうだね、ビール持ってきてくれるもんね、これで。そう、ちなみに長さもいろいろあるけど、若い女性はあの短ければ短いほどがいいから、あ、どんどんミニスカートになってくる。どんどんミニスカートになってる。どんどんセクシーになるじゃん。そうそうそう、ミニスカートでここも、そういうものですか。ドイツの民族衣装は。そういうものです。だから日本と全然違う。そうだね、着物は全部隠すもんね。だからここで文化の違い出ましたよ。オープンなドイツと隠す日本と。そうそうそう、右側だとパートナーがいる。じゃあこっちなんだ、レナは。そうで、左だったらツインゴー、独身で、真ん中は秘密だよみたいな、なんか教えてあげたいよみたいな。あ、じゃあで、祭り、後ろもあるよ。で、後ろがもうあの旦那がいなくなったか、あ、そのウェイターがよく後ろで閉まってるとか、はいはい、子供とかもよく後ろで閉まってる。でもさ、ドイツの男性からするとさ、こういう祭りに行った時にさ、左に結んでる人を探すんでしょ、多分ナンパしたかったら。そうじゃない、男性もあんのかな、そのレーダー法則で、なんかどっか縛る時にこっちはシングル、こっちはあのお嫁さんがいる、彼女がいるみたいな。マッチングだと思ってるの。そうそうそう、だから今さ、そういう文化って変わっていくじゃん。オクトーバーフェストに行った時にこうマッチングするために、あ、あの人シングルだ。それ昔だったけど、今は Tinder。 そうだね、アプリだね。これからは友達を待ってて、タカも違います。そうだね、もうちょっとしたら友達来ますので、はい、僕も来たいと思います。来ました、お友達。ハロー、ハロー、 Good to see you againServus. Hi. Hey. Oh, very good. Yeah. Nice to see you again. How are you? Good. Nice to see you. Very cool. Yeah, thank you. We also get something for you. Hi. Thank you. では着替えましょうか。ではでは着替えましょう。グリーンか赤。まあめっちゃ持ってきたよ。おお、すごい。見て。これがレーダーホーズです。はい、これと赤とそのベスト、はい、重たっ、レーダーホース重たっ、おしっこできるようにこうかな。そうだよ、この大事で。そうだよ、機能的だね。そうだよ。うわ、ベルトかっこいい。わ、すっごい。ウエスタンスタイルのベルトみたいな感じ。いや違うよ、これババリアンスタイル。あ、ババリアンスタイル。ててててててて、タッカが着替えてる。合ってるかな。バカ。これこうなっていけるらしいよ。でも皮だから硬いわ。なんかカウボーイみたいなイメージ。なんでカウボーイなの？まあカウボーイだよ。昔のなんかオーストリアのアルプスにいたカウボーイ。そうだよね。だって本物の牛のこうやってた人。そうだよね。こっちがさ農家の娘出身だったら、こっちは農家の息子出身じゃん。そうだよ。これか。ちょっと。どこに？よいしょ。めっちゃドイツ人みたい。顔が合わなさすぎ。あ、でもこのベストはちょっとパンパンだわ。あ、じゃあ締めない。筋トレしてるから締めなくていい。この胸がパンパンになっちゃう。では行きましょう。見て皆さん、ドイツ人になりました。そう、やばいよ。タクがドイツ人になりました。ムキムキすぎるよ。このベストはやめた方がいいかも。アレマリアショーン。イエーイ。Yeah. Which one do you think are good? The most traditional, I think, will be these two. Okay. So first you put on these for your... Yeah. Yeah. Is this egg? Yeah. It was kind of a tight fit. Ah. Hi. Then, あれこれも靴下。Oh, かっこいい。かっこいいかわからないよ。はい。ちょっと顔が合わなさすぎる。アジア人の顔とドイツの伝統衣装でした。Flo, yeah. Was weißt du über Lederhosen? Geschichte und. Boah, ich weiß nicht viel. Ja, aber ich weiß nicht. So the main important thing about Lederhosen is, are these signs? These signs are especially for some regions here in Bavaria. For example, this is actually from the Chiemsee. And so every different
region here in Bavaria has its different signs. You can also have special buttons. These are normal wooden buttons, mm-hmm. or sometimes they are made of out of bones. Yeah. Uh-huh. Sometimes, very cool. Yeah. It's so it's very different. 皆さん見て、全然かっこよくないこっちの方が。顔がやっぱりイケメンなので、アジア人の顔に合わないかもしれない。The face makes all the difference. But actually, I'm not from Bavaria, so. I was born in Cologne, so. True. かっこいいね、やっぱりなんかスタイルと顔がいいのかな。Yeah. 負けてますね、日本人。Yes. He looks way better than you. I know, right? I think you look tremendous. Thank you very much. You're welcome. はい、ということで着替えができました。4人揃ったのでこの後5月祭りに行きたいと思います。はい、なのでこの動画で勉強になったならいいねボタン押してください。タカがおしゃれだったらいいねボタン押してください。似合ったと思ったらいいねボタン押してください。似合ってないなと思ってもいいねボタン押してください。そう、コメントで教えてください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。